では、今回は、先ほど、こちらに示したように、トータルドースやパーシャルドース描いてきました。で、こちらちょっとまだ図が荒いのと、あともう少し高エネルギー側まで書きたいなということで、ちょっと入力ファイルをちょっと書いてみたいと思います。まず、プロードデータのところをクローズして、で、クリエイトインプット。で、ここの部分を変えます。例えば赤いキャラだったらこれぐらいのしてますね。大体同じ値にすればいいですね。で、エネルギーのところも大きくしてみましょう。マイナスは、エネルギー低い側はこちらでよかった感じですね。で、Emax がもうちょっと大きくしてみましょうかね。リオベルグなんで結構あれですけど。で、ME ももうちょっと大きくしてみましょう。あんまり大きくしすぎてもあれですけども。まあ300くらいにしてみましょうか。で、これで Input ファイル終わりにして。そして、まあ、ここの部分はもう終わってますんで、もう一回ランしていきます。そうするとこちら計算始まってます。それでまあマニュアル、X バンドのマニュアルと SPRKKR のマニュアルのはいくつか書いてありますので、これも参照しながら、こちらの入力ファイルをポチ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 作っていって、いろいろな条件で計算していただければと思います。いろんなものが計算できますので、フェーズシフトとか、あとはザーネスとか吸収とかも計算できますので、いろんな分性を計算する、機能が非常にたくさんついています。なので、これは LDA プラス D の計算もできますから、使いこなして、まあ、いろんな議論をしていただければ本当にいいですね。残留抵抗も計算できますし、確か温度の変化も、ちょっと私はうまくできてないんですけど、できるはずです。あ、ドスもここに、書き方も、どうだろう、データもここに書いてありますね。失礼しました。ここのページを見ていただければ、度数どんな条件で計算できるか出てきますので、そこら辺も参照していただければと思います。まあ、マニュアル参照すれば、あとはチュートリアルもありますので、チュートリアルも SPRKKR のところのこちらの方、前に説明したかもしれませんけど、このハンズオンセミナーですね。HOC、ハンズオンセミナーのデータが公式のホームページに、SPRKKR の公式のホームページに書かれていますので、こちらも参照していただければと思います。なかなか計算終わらないですね。で、まあ、SPRKKR、今ちょっと計算終わるまでにちょっといろいろと説明していきますけども、まあ、とにかく多彩に、機能がついてて非常にありがたいですし、あとはこの X バンドで使った GUI の作り替え方が8の Examples のところにもありますので、こちらの通りにやっていただいて構いません。だいたいこれに沿って私もやってます。まあ、私のオリジナルの部分も付け加えてありますけども、この通りやっていけばいいので非常に簡単ですね。入力も Win2K に次いで、非常に洗練されてますので、慣れてくればかなり正確な計算できるんじゃないかと思います。まあ、赤い KKR とどちらがいいかというのはなかなか非常に迷いどころですね。赤い KKR は非常に作りやすい、いろいろとやりやすいので、どちらを使うかというのは本当に迷うところなんですけども、ね、計算終わったみたいですね。ちょっと結果を見てみましょう。ドスタートにチェックを入れてエディットで見ると、で、これで見ると、で、サクセスフリーと書いてありますから、計算が終わっています。で、プロットしてみます。プロットボタンを押して、で、ここのドスのところをチェック入れると。そしたら自動的にまた作られますね。見ると、このように、よりシャープなものの結果が出ます。ちゃんとギアアップ出てますね。で、チタン入れてますんで、今回は。高速化けるように EF が移動するというのも十分説明できています。まあ、このようにして計算していただければと思います。で、今回 DOS の計算はこれで終わります。